い、今チェックしました。コンブトラックという新しいステージ、そして縄張りバトルをやっていきたいと思います。今回はですね、みんなが S ブラスト92という武器で、縄張りバトル、そしていろんなルールで戦っていきたいと思います。この武器は、普通に撃つと射程が長くて、キャンプするとノバブラスターみたいにこう、振りがね、広がったり、爆風が広がったりする武器なので、ごめんなさい。でも使い勝手がいいステージなので、あ、ステージじゃない武器なので、まあね、切り替え難しいんですけど、頑張っていきたいと思います。多分ね、みんな使うの初めてに等しいんじゃないかな。初日なので、まあ、楽しい状態でみんなやってるので、はい。逆に、やっぱ、サメがいい味出してる。あ、なんか、すれ違ったんですけど。ナイス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 。何が起こった今。サメがいい感じにすれ違ってたね。あ、スプリンクラーなんだ、スペシャル。サブ。やばい。やばい。これ、射程がね、長い方使っていきたい。当たれ。当たんないか。わあ一発、二発目が難しいですね。ここ通れないな。危ない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 。超、あはは、オッケー、超射程モード。オッケー。素晴らしい。超射程モードでいきました。これ上から来るの？上から狙ってるね。さあ、サメちゃん使っていくよ。オッケー。サメちゃんいいよ。で、後ろ下がりつつ、スプリングラーも投げておきましょう。なんか仲間、後ろから、やばそうなので、俺が上から、オッケーオッケーオッケー。反射点モードで。オッケー、反射点モードしっかり使って。はい、オッケー、長射点モードしっかり使って。いいぞ、いいぞ。あ、直撃は。サメー！サメが。オッケー、ナイス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 。近距離モード。短いモード。オッケー、オッケー、長いモードだ。今のは。もう自分で使ってても分かんなくなってくるぞ、これ。難しいぞ。こんにちは。これ、重いか。おお、当たった！短いモード。オッケーオッケーオッケー。あえてジャンプをしないことで、短いモードとなります。まぁ、ちょっと僕が、俺が縄張りバトルで、ね、使っていたので。まだ使う。おお、直撃だ！強い。残り24秒。これ、味方が。頑張れ、頑張れ、ヒルさん。来るか？やばい、それ、気をつけて。おとなく。そこいるね。あ、直撃入った。もうサメちゃんで最後遊泳しとこう。で、なんか気持ちいいね、直撃。てか、一撃で倒せるの強いな。超射程モードの。ただやっぱ使いこなすのちょっと難しいので、まだ練習が必要ですね、これ。みんなも俺もね。はい、間違いしました。マンタマリア号、ガチギャ、エリアですね。よろしくお願いします。噛んじゃった。今日なんかずっとスプラトゥーンやってるので、喉も、頭も、だんだん溶けていきました。喋りすぎか？楽しいよな。新武器とか使うかな。とりあえず、フィンセントもさっきやって楽しかったんですけど、この R ブラスターも個人的には、俺は強いと思ってんだけどね。みんなはどうかわかんないから。さあ、オッケー、当たった。ここいる。裏取り来てるぞ、これ。大丈夫か？で、反射点モードで無理か。無理か。あー、いいね、この、スピンクラー。いない？これですか？いないか。ボボロとしてる。これ上に来るかも。いる。なんか難しいよね。当てるの。ジャンプしないで当てるのむずいよね。一人倒した。あっち行くか。あー、引っかかっちゃった。あー、ごめん。単車でやもうとか、これ。ごめんね、やられちゃった。エリアがやばいかもな。あ、ナイス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 。頑張って頑張って。仲間たちが頑張っているぞ。今いい感じに。お互いが、塗って塗られて状態が。難しい。オッケー、一人倒した。これやれそう。
これやれないか。やれそう、あー無理か。バツいっと、うやー、チャンシャテーモード炸裂、ここでしっかり炸裂、チャンシャテー炸裂、チャンシャテー炸裂。もしかしたら単射程モードの方が戦い、あ、味方ありがとうね。単射程の方が戦いやすいのか。いや、ほんと難しいよな。オッケー。あ、この子倒せる。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。引っかかってましたね。ここいる。降りてるね。はい。単射程、単射程、オッケー。あ、なんかいる。危ない。このまま上取ってれば勝てないかな。あ、なんかいる。待て。あ、行っちゃった、降りちゃった。サメで、ある程度まで行って、あと反射程で。オッケーオッケーオッケー。反射程で。あー、いいじゃん。相手も使いこなしてきた。反射程を。このエリアが進んでいるぞ。ナイス、あ、ナイス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 、俺が全然エリアで戦ってなかった。よし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 。これ使いこなせるのがいいな。ありがとうございました。はい、待ち伏せしました。なめろう金属です。よろしくお願いします。ということで、なめろう金属です。このスペシャル、いや、サブ、なんか、まだ慣れないから、スプリンクラーを全然使わないんですよ。塗りが弱いからスプリンクラーついてるんだけど、だから、縄張りボトルとかでも意外と、そういう人とか増えんのかな。甲子園、スプロ甲子園とかあるけど、どうやっていくんだろうね、みんな。うわ、怖い。これ、ね、相手のことを倒そうとして、オッケー、倒した。相手のことを倒そうとして、長射程モードで行くと、反射程になったりするから、こいつ。おい見た、今みんな使いこなしてるじゃん、しっかりと使いこなしてる。あ、乗れない。あ、反射点でいきます。うわー、なんだ、あ、やられたんだ。サメがいい感じに入っている。ヒレオさんに飛ぼうかな。こんにちは、ヒレオさん。下だったんだ。ヒレオさん何やってるんですか。一緒に行く。ヒレオさん一緒に行こう。これうわ、サメあ、オッケーオッケー。見て、ヒレさん、俺のサメも行く。ダブルサメあ、ヒレさんもサメ最後。サメ多すぎだろ。ここ、サメが今多すぎだろ。はい、今チェックしました。ザトーマーケットです。よろしくお願いします。なんか意外とトントン拍子に終わるので、この武器、強いんだなっていう。なんかでも、あるような、仲間に塗り武器がいたら使いやすいとか、なんかリッターがいたら、相手にリッターがいたら使いにくいとかあると思うから、全員で使うとね、こうなりますよね。誰が単射程モードと長射程モードを使いこなせるかみたいな。なんか右走ってったの見えたけど。見てよね、なんかね。え、ヒレオさんがなんか追いかけて倒してる。あ、オッケー、単射程モードいった。俺も単射程モードでいた。これ味方いけるか。うわぁサメが後ろから、サメ来たよ今。すごいよ、後ろからのサメ。食べられちゃったよ。これでも関門は突破してるね。ナイスだね。関門ナイス。これ倒した。これ上がってきそう。ノバみたいに使えるから。オッケー、ジャンプで倒して。味方じゃなくて今。オッケー、次は、長射程モードじゃなかった。オッケー、長射程モードいける。あ、オッケー、オッケー、オッケー、道作るか、サメで。サメで道を作る。直撃できるか。あぶねえ、オッケー、しっかり倒していく。サメを倒した。この長射程モードで当てたいな。長射程モードで当てた。あ、オッケー、オッケー、オッケー。あ、終わるよ、これ。取れるよ、これ。終わる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 。あっ、オッケー。待って、早すぎる。早いぞ、これ。早いぞ、ほんとに。尺が、尺が、尺が。はい、間違えました。
最後のルールはガチャアサリです。全部のルールが、まあ、これで終わるみたいなんですけど、なんか意外と早く感じました。この時最後に戦いの相手はヒレオさんなんだよな。あいつヒレオさんチームと戦うことになるのか。結構厳しい戦いになるんじゃないか。とりあえずアサリを集めて。無理、危ない。オッケー、ヒレさんいる。オッケーオッケーオッケー、倒した倒した。今単射手モード使いこなしたよ俺。よいしょ、強いこれでもさ、単射手モードとさ、長射手モードがあるじゃん。どっちでやられたかさ、書いてほしくない。単射手モードの S ブラスト90に、てか名前どういう由来なんだ。長射手モードの S ブラスト40でやられたか書いてくれたら嬉しいんだけど。あ、これ、単射手。単射手、オッケー。オッケー、ヒロさんには直撃で、オッケー。しっかり倒していく。ため行きますか。うわぁやられた。ごめんね、サメやられた。アサリ全然集めてなかった、俺。アサリ持ってってくれてる。あー、パブロさんがやられましたね。フィンセントの時から名前パブロさんなんですよ。それでね、ジャンプ、大変だよな。オッケー、お二人どうした。いや、ごめん、ヒルさんが上手いわ。直撃じゃないわ。直撃じゃないかな。アサリ全然入れられないな。ちょっと戦いづらいんですかね、ここのステージ S ブラスト。それともヒレオさんが上手いのか、相手チームのヒレオさんじゃない方も頑張っているのか、これには分かんないですけど。オッケー、ヒレオさん倒した。オッケー、2人倒した。直撃、オッケー。いやー、ごめん、直撃上手い。やられていくぞ、直撃で。ヒレオさんも飛んできてね。ちょっと自分で戦いすぎか。まずい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 。北斎頑張れ、北斎。名前が北斎だ。あー、北斎。これ、一旦守りかな。うわー、うわー、うわー、北斎、見る。オッケー、来て倒した。下のヒレオさんは一回無視して。ごめーん、一発だ。一発だけしか当たらんかったぞ。相手が持った。頑張れ頑張れ。あー、惜しい惜しい惜しい、ナイスナイスナイス。あ、死ぬこれ。あー、ごめんね、単射手モードが使いこなされてる。どんどん相手が上手くなってきている。面白いね、単射手モードと長射手モードっていうのが。お互い全然、決められないんだよ。あ、冷めきちゃったね。フィンセント来て、フィンセントさんが。まず止めれるか、これ。ワイプアウトだ。とりあえず、一回やばいけど。とりあえず、止めたい。止め、はい。うわー、ヒルさんのチャンジデモードだ。やばい。全然弾が当たらなくなってきた。ただ相手のアサリが、止められるか。止められないのか。止められないのか。まずい。ヒレオさん。ヒレオさん、オッケー、倒した。危ない危ない。あー、逃げてた。危ないっす。でも、アサリは止めれたからよかったですね。こっから入れていこう。あ、危ね。あ、間違えてサメ使っちゃった。ホップソンなんだと思った。オッケー、一人倒した。二人倒した。さっき、どこだ、ヒレオさんか。うわ、うまい。直撃だ。ごめん、ヒレオさんが来てるよ、それ。ああうまい。うまいぞ、あの頭でかい子。そんなこと言うと怒られちゃうけど。うまいぞ。最後のボスはヒレオさんだな。一発。うわー、みんなで撃たれてしまった。守れるかな。俺、アサリ集めなきゃいけない。まずいまずいまずい。いっぱい来てる、いっぱい来てる、いっぱい来てる。まずい、絶望だ。絶望だ。うわー、うわー、うわー。どこ行った、ちょっとどこ行った、みんな。
相手どこだ。そこいる、そこいる。オッケーオッケー、倒していく。オッケーオッケー、倒した。こっから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 。オッケーオッケーオッケー、アサリ集めるとこだよ。アサリ集めるとこから行こう。オッケー、倒してるよ。オッケーオッケー、おいでおいでおいで、入れて入れて。あ、入らなかったの。くそ、あと一個惜しかった。くそ、惜しかったな。でも最後頑張れた、よかった。負けちゃったけど、最後いい感じにみんなで運べてね。100からね、惜しかったね。あと 0.3 秒あれば分からなかった。ありがとうございました。